チロエの教会群は、チリのチロエ島にある木造の教会道群である。18世紀から19世紀の間にかけて建設された。現在では、159棟が現存している。イエズス会の教会として建設され、その建築様式は、ゴシック建築やバロック建築などのヨーロッパの様式と地元の様式が混ざり合ったチロエ様式が特色である。 カストロ聖堂をはじめとする14の聖堂が2000年にユネスコの世界遺産に登録された。チロエ様式とは主にチロイ島周辺に見られる独特の建築様式である。チロエは島という性質上チリ本土から孤立していることと、島では本土と異なる資材が手に入ることから、典型的なスペインのコロニアル様式とは多くの点で異なった。 独特の建築様式が生まれた。16世紀に島に到達したスペイン人たちと、それに追随したイエズス会宣教師たちは、異教徒の地にキリスト教を持ち込むべく、数多くの木造小教会を建造した。しかし、この教会群は、結果的にキリスト教と土着信仰の根本的な存在になった。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。数字は、世界遺産登録の ID で、英語の綴りはユネスコ世界遺産センターによる登録名である。ありがとうございます。